武田家が滅んだことで織田家の藩とは大幅に拡大、信長による天下一新は目前となりつつあった。あとは西国の毛利さえ倒せば天下の体制は決する。信長は家康に東国を託すと自身は京へと帰還。毛利攻略に苦戦している秀吉を助けるべく光秀に講演を命じると、自らも出陣すべく準備を進めた。本能寺の変。久しいな、三月。父、信行の仇、うちに来たぞ。まだ撃たれるわけにはいかぬな。俺は信行を死なせた後に誓ったのだ、乱世の断りを壊し尽くすと。その誓い果たさねばならぬ。なあ、俺は親父を。信長様。何事だ。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。光秀さんが、なんで。三月、お前は逃げよ。安く、参るぞ。御意。敵は本能寺にあり。乱世の断り。安助、信長様を守ります。本能寺に攻め入り、安助、信長を討つ。任せておけ。かかれ。逃がさん。現れ、銃で。どうしたのだが、やすやすと撃たれる信長ではない。迎え撃て。役賊明智光秀を返り討ちにせよ。明智殿の謀反、まるで信長様は予想していたか。考えていた。いとまはありません。安助は信長様を守る、それだけです。鉄砲隊を進ませよ。寺の中央を押さえて敵を分断する。ようやく十兵衛も己が役割に気づいた。その覚悟が本物か、計らねばならぬ。なんと見事な。どうした。わし
敵将討ち取ったり。かなう相手ではなかったか。何人も止められぬと知る。休めてあげます。ごめんなさい。直ちに備えの兵を出せ。明智勢の狼藉を許してはならん。この程度で信長は撃てぬぞ。十兵衛、次はどう出る。織田と明智もろともに焼き尽くせとのことだ。遠慮なく火矢を食らわせてやれ。この日、明智勢によるものではあるまい。どうやら横槍が入ったようだ。伊賀の里を荒らされた恨み、今こそ晴らす。炎に巻かれて散るがいい。伊賀衆の残党か。だ、もはや炎に動じる俺ではない。横槍は伊賀衆。さぬ、執念深い男。父上をお守りしなくては。皆の者、急ぎ火星に向かうぞ。あれは織田の着手か。討ち取れば敵の息をくじけよう。いそ、開門。逃がせん。信忠さん、狙われていますか。撃てるがいい。助けをしなくては。情けはかけぬ。ヤスケ、出ます。どうぞ。伊賀人どもに先を越されてはならぬ。我らも寺に攻め入るぞ。開門。ごめんなさい。急げ。届かぬわ。お詰めの兵も出せ。畳みかけよ。ごめんなさい。いけませんね。やすけ、怒りました。もっと倒します。ごめんなさい。ごめんなさい。敵将討ち取りました。信忠はまだ無事のようだな。俺がめちゃくちゃにしてやる。三代、俺と十兵衛の戦の邪魔はさせん。
ください。負ける気しませんね。なかなう相手ではなかったか。狙うは信長の首、ただ一つ。進め。お見事にございますな。失せるがいい。情けはかけぬ。華々しく散らせはしねえぞ、信長。貴様はここで人知れず惨めに死ぬのさ。死のうは一条。されど信長を殺すのは三太夫、お前ではない。出るがいい。卑怯だろうが勝ちゃいいんだ。これは行儀のいい武士とは違うんだ。そのくだらぬ辞儀ごとほふってやろう。久秀の謀反、有馬の反乱、信康の一件も全てお前の仕業だったそうだな、三代。俺はちょっと背中を押してやっただけ。あいつら貴様のことが大嫌いだったからな。まあ三月だけは勝手が違ったが、ここで果てては殿の未来を開けぬゆえ、今は引くほかあるまい。十兵衛はいい家臣を持っている。おい、織田の間抜けども、信忠はすでにこの世のものではないぞ。どうした。信忠様、偽物でしたか。急げ。安家に出ますぜ。三代、一つ聞くが、何故俺が憎い。憎いのは俺から全てを奪った武士ども、そして武士の断りに縛られたこの乱世だ。故に俺は全ての断りを壊さんとする貴様に乗ってやった。ところがだ、貴様はすでに新たな武士の世を見ている。そんなもん作らせてたまるかってんだよ。親父、待ってろ。今助けに行くからな。美月、やはりとどまっていた。結局織田に戻ってやがったか。たく使えねえ小娘だぜ。死んでくれよ、信長。無駄だ。俺は殺されても死ぬ。貴様のような愚物が相手ではな。救援、かたじけのを存じまする。情けはかけぬ。ごめんなさい。言われずともそうさせてもらおう。
誘うかのように道が決着をつけるべき時が来たということか。開門。いよいよ来るか。十分任せておけ。安く取れます。どうぞ。負ける気しませんね。悔しいが、ここまでか。やりよる、見事よな。逃がさん。何人も止められぬと知る。厳しい状況だな。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。逃がすかなう相手ではなかったか。耐えきれず引かせてもらう。なんと見事な。不足なし、参れ。どうした。失せるがいい。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。フルはなんだか。逃がさん。何人も止められぬと知る。敵将撃ち取ったり。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。どうした。悔しいが、ここまでか。ここで果てるわけには。織田信長、この明智十兵衛光秀があなたを撃って乱世を終わらせる。名乗りのくどさはついに変わらず。よかろう。ならばその覚悟を示せ。今の俺の刃が生くらかどうか試してみるといい。急げ、前線の味方に加勢せよ。逃がさん。光秀さん、他のやり方はねえのかよ。頼むから一度引いて頭を冷やしてくれ。俺と信長にとってこれが唯一の道。逃がす。邪魔をしないでくれ光月。今の俺は冷静さを欠いているようだ。光月の言葉に従い一度引こう。頭を冷やしたところで結論は変わるまい。殿は引いたか。頃合いはよし。撃って出よう。一兵たりとも逃すでないぞ。開門。逃がさん。十分自ら大鳥に兵を進ませていたか。味な真似をするではないか。十兵衛との決着の時は近い。ことがなれば天下は様変わりし、その先に開かれる世がどうなるか。
信行。機長、お前たちには見えていようか。討ち死に。考えろ、ミツキ。俺はどうすりゃいい。俺に何ができる。討ち死に。情けはかけ。我が神妙、すべて殿に捧げている。ここで朽ちるわけにはいかぬ。逃がさん。寺の制圧を進めよ。長やりたい。前へ。押し引く。どうした。明智勢の隙にはさせん。長やり兵を打ち払え。打ち死に。打てるがいい。打ち死に。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。ここは引こうかあるまい。ここまでか。殿、申し訳ござらぬ。なんと見事な。どうした？逃がせや、無理かな。撃てるがいい。耐えきれ、引かせてもらう。敵に情けはかけぬ。ここは引こうかあるまい。我は無双、全てを壊し尽くす魔王よ。心得ました。急げ。敵に情けはかけぬ。悔しいが、ここまでか。お見事にございますな。救援、かたじけのを存じまする。逃がさん。打ち死に。撃てるがいい。情けはかけぬ。何人も止められぬと知る。これで味方が動きやすくなったで。皆奮戦せよ。明智勢を押し戻せ。弥助、出まし。任せておけ。おっと、倒します。逃がさん。何人も止められぬと知る。残るは十名、ただ一人。俺はここだ、信長。終わらせに行こう。最後まで手は抜いてやらぬぞ、十兵。任せておけ。
人も止められぬと知れ。逃がさん。敵に情けはかけぬ。耐えきれん。引かせてもらう。やすけ、出ます。心得ました。逃がさん。打ち死に。十分だ。そろそろ決着をつけるぞ。十分望むと必ずやこの手であなたを撃つ。情けはかけぬ。逃がさん。を果たすまで俺は決して倒れぬ。どうした。ならば俺もお前の覚悟に応えるのみよ。情けはかけ。情けはかけぬ。情けはかけぬ。逃がさん。情けはかけぬ。まだまだ。来い、十分。乱世を壊し尽くすため、乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。ボヤジー！乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。
どうぞ。